韓国の文字栄院大統領の支持率が前週に比べわずかに上昇し、60%を記録した。世論調査専門機関韓国ギャラップは17日、全国の成人戦2例に実施した調査で、60%が肯定的に評価したと明らかにした。これは前週より2%上昇した数値だ。 よくできていないと答えた回答者は32%で前週より1%上昇。どちらでもない、わからない回答なしは9%と集計された。